グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。玄関脇も新しく土間を打ち、ポストを新設します。玄関脇の 土のままだったところを土間コンクリート打ちにします。丸い穴が開いているところは排水のマスです。固まるまで蓋を取っておきます。排水の蓋は土間コンクリートの高さに合わせて高さ調整しました。排水の蓋が出っ張ることがなく、自転車が止めやすくなります。自転車置き場もコンクリート敷きになり、土のままのスペースはすべてなくなりました。今流行りのビーチクルーザーを4台止められるスペースです。アクセントのレンガで花壇を作り、ドラセナというヤシの木を植えました。ドラセナというヤシの木とポストユニットで玄関周りにアクセントをつけました。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。